しつこいんだよ。パレット掃除してくれしてくれって。パレットは育てるものだから。あ、ちなみにこの動画長くなるから遠慮なくスワイプしてもらって構いません。指を上にピッとね。あれあれ？まだ見てる？そんな見てくれてるあなたが大好きです。そして、おーって言わせるラストは用意してます。だからまあ掃除してるけどさ、この残って固まった絵の具たちってこれまでの絵の結晶でもあると俺は考えてて、本来であれば作品になることはないんだけど、いつも絶対に無駄にしない。そして絵にしてんだわ。今回は丸いキャンバスに結晶を乗せて神秘的な惑星を描いています。前回掃除したのは2ヶ月ちょっと前だから約70作品くらいを描いて残った絵の具なわけよ。今垂らしてるこれはストリッパーって言って、絵の具を溶かすためのものね。いよいよ掃除も大詰めになってきました。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは神秘的な惑星。